東大寺、東大寺、北家道、北家道殿、月光菩薩像、東大寺、北家道は、奈良県奈良市の東大寺にある、奈良時代建立の仏道である。一般に三月堂として知られる。日本の国宝に指定されている。東大寺に現存する数少ない奈良時代建築の一つで、あり、道内に安置する十体の仏像も奈良時代の作で、ある。 三月堂の通称で知られる、北家堂は、東大寺境大東方の丘陵部に位置する、福建作、観音立像を本尊とする仏堂である。東大寺は広大な境内を有するが、このうち北家堂が位置する、東方丘陵部の一角を、上院と称し、北家堂のほか、お水取りで知られる二月堂、東大寺海山の両弁の像を祀る。 海山道など、多くの建物がある。この付近は、大仏海岸以前から、東大寺の前身寺院があった場所で、北家道は、その主要道具の一つであった。東大寺では、自称四年の平重平の陛下と、永六十年の三好松永の平乱とにより、創建当時の建物の多くが失われた。東大寺に現存する奈良時代の建物としては、手貝門と、 本望教古などのあぜくらがあるが、奈良時代混流の仏道で現存するものは、北家道のみである。北家道は、奈良時代仏道の数少ない現存例として、貴重であり、安置される仏像群と共に、天平世紀の文化を今日に伝えている。仏像群の中では、本尊の福建作、観音立像、周婚号新立像などが著名である。北家堂の名称、 および、三月堂の通称の由来については、毎年三月、この堂において、ホッケ会という行事が営まれるからであると一般には、説明されている。しかし、ホッケ会の行事は、平安時代後期の11世紀には、ホッケ堂ではなく公堂で行われるように、変更されている。現在四年からは再び北ケ堂で、ホッケ会が行われるようになったが、 その実施時期も3月ではなく11月であった。そして、現在は、ホッケ会自体行われなくなっている。ホッケ堂は、副検索観音を本尊とすることから、古くは、検索堂と称し、周囲の付属建物を含めて、検索院と称された。東大寺洋録、書院章には、検索院は、天平五年、両弁が、 福建作観音を本尊として創建したもので、あると記されている。実際の創建時期については、かつては、天平年間の後半とされていたが、年輪年代調査の進展等により、東大寺洋六のいう天平を5年に近い頃の、混流とする説もある。正倉院に、東大寺山、堺四、至り図という、東大寺の地域を表した映図があるが、これを見ると、 現北家道の位置に、検索道の存在が明記されており、絵図が作成された天平商法8年の時点でこの道が、検索道と呼ばれ、東大寺の主要道具の一つであったことがわかる。北家道の正確な創建年次については、研究者によって意見が異なるが、大仏海岸に、やや先立つ八世紀、第二四半期の混流であり、東大寺の前身寺院である。 金主寺に属した、仏道であって、本尊像も同じ頃の造流であるということは、大筋で認められている。東大寺境大東方の春日山麓には、東大寺と関係の深い複数の寺院が存在した。前出の金主寺とは別に、工業工業の発願で、春日三世六に建立された、福樹寺という寺院の存在も知られている。昆主寺の存在を示す資料としては、 天平十一年の正倉院文書に、今種参謀と見えるのが古い例である。この今種参謀の起源について、家永三郎は、仁紀五年に、聖武天皇によって創建されたとする。家永は、俗日本期、仁紀五年十一月三日上に、十四位氏も、里氏勤王をもって、作山防止長官となすとある記述に注目し、これは、同年九月に、 生後一年未満で死去した皇太子記王の追善のため、父の聖武天皇が参謀を作らせたことを意味し、これが今主参謀に当たると推論した。東大寺王六が引用する天平を14年7月14日付の大乗官府には、金三明脇寺と叶う。本名今主寺との記載があり、前年の天平を13年に聖武天皇が発した国分寺。 国分二次造流の御事のりを受けて、今主寺が山和国の国分寺と位置づけられたことが伺われる。今主三宝、福寿寺、金三脇寺の関係については、諸説あり、今主寺の正確な位置、福寿寺との関係などの具体的実態については、未だ不明の部分が多い。今主三宝の位置については、出土河原等から、 東大寺二月堂の北方に位置する丸三世一石を、それにあてる説が有力視されている。一方、福寿寺は上院地区にあり、これが参謀と合わせて、昆主寺と称されるようになり、天平十四年頃には、大和国の国分寺として、根高明寺とも称されていた、というのが一般的な理解である。北家堂はこれらの前身寺院に属した。 仏道であったと推定され、金密は記事の混同であったとする説もある。昭和46年から翌年にかけて、北家堂の屋根修理に際し、使用されている瓦を調査したところ、天平12年から同15年まで用いられた国経へ、所用瓦と同じ様式の、文字刻印入りの瓦が多数発見された。これにより、北家堂の混流年代を、 この時期に求める説がある。一方、焦燥院に残る天平を19年正月8日付の文書には、根光明寺造物書が、検索菩薩の光柄及び花打てなように、鉄20丁を申請したことが見える。この文書を最初に取り上げたのは、美術史屋の源の豊か州で、彼は、この記述を、北家道本尊副検索。 観音像の後輩と題材用の注文とみなし、天平を19年には本村像が、なお制作中であったことの傍証であるとした。正面、手前に重要文化財の石道路がある、西側面北家道は、東大寺大仏伝統法の丘陵地に、南を正面として立つ。平面規模は、正面5軒奥行き八軒である。奥行き八軒のうち、 後方の島分が本尊をはじめとする書物を安置する、聖堂、手前の二間分が雷道であり、これらの中間の二間は両者をつなぐ、作り合いと呼ばれる部分である。なお、ここで言う、間は、長さの谷ではなく、柱間の数を表す、社寺建築用語である。聖堂部分のみが、奈良時代の建築で、雷道は、鎌倉時代に付加されたものであるが、 聖堂の部材に残る痕跡から、奈良時代にも、すでに雷道が存在していたことが分かり、当初は、聖堂と、別当の雷道が前後に並び立つ、騒動形式の仏道であったと推定されている。聖堂は、寄せ棟作り、平入り。雷道は、入りや作り、つま入り。共に、本瓦原きとする。組物は出組。聖堂の建流時期には、諸説あるが、 前述のように、おおむね天平年間の末期、8世紀、半ばの建築と考えられている。現存する雷道が付加された時期については、胸札の記載を根拠に、正治元年とする説と、大瓶束の国名をもとに、文英元年とする説があるが、いずれにしても、雷道部分は、鎌倉時代の混流である。大仏殿方面から坂道を登ってくると、 北家道の正面ではなく西側面が目に入る。写真集などで見かける、北家道の写真も西側面を撮影したものが多い。西側から見た場合、向かって左半分の島分が奈良時代、右半分の島分が鎌倉時代の建築である。右端から数えて4本目の柱の上には、組物がなく、 代わりに実用上は必要のない雨どいが入っている。これは、聖堂と雷堂が本来別途で、ここに雨どいがあった名残である。北側の奈良時代の部分には投げ石を用いているのに、対し、南側の鎌倉時代の部分では、投げ石より一段下がった位置に、抜きが用いられている。奈良時代の部分と鎌倉時代の部分とでは、中上の組物の形態にも、 時代様式の差が見られる。すなわち、奈良時代の組物はとの性が高く、ひじきの曲線は緩やかであるのに対し、鎌倉時代の組物はとの性が低く、ひじきの曲線は急になり、大仏様の牙花がつく。組物と組物の間の中備えには、的塚を上下二段に配置するのも奈良時代建築の特色で、この点は、雷道部分でも踏襲されている。 軒裏のたるきは、写真では一軒のように見えるが、ちたるきと、ひえんたるきからなる二軒である。ただし、小僧院など、奈良時代の他の建物では、ちたるきを断面円形、ひえんたるきを断面四角形の、遅延比較とするものが多いのに対し、ほっけのたるきはすべて角たるきである。道内に入ると、ライ道側の奥行き三軒分は、板張りの床とするのに対し、 聖堂側の奥行き五軒分は、土間都市、正面三軒、奥行き二軒の三社、部分一杯に、趣味団を構える。ただし、部材に残る痕跡から、創建当初は、聖堂部分にも床が張られていたことが、浅野清の調査で判明している。奈良時代の仏堂は床を土間とするのが通例で、全面板敷きとするのは珍しい。聖堂の三社は、 各中上に出組の組物を置き、その上にシリンを立ち上げ、折り状角天井とする。各天井のもとに、両行方向に光量を渡す、点、シリンが、構成のもののように曲面にならず自家材に近い、点などは、奈良時代の特色である。各天井の中央と左右には、計3面の点外がある。これは、中央の大きなレンゲ系の周囲に放射状に8個の、 レンゲを廃したもので、計9個のレンゲの中央にはそれぞれ同郷をはめ込む。3個の天外のうち中央のものは候補である。北家道は、明治30年12月28日、古社寺保存法に基づき当時の国宝に指定された。同日付の指定は古社寺保存法に基づく、国宝指定の最初のものであり、東大寺では他に、南大門と首郎が同日付で指定された。 昭和26年6月9日には、文化財保護法に基づく国法に指定された。道内仏像配地図1、福建作観音、2、梵天、3、大尺天、4、金剛力士、5、金剛力士、6.4天皇の内持国天、7.4天皇の内造長天、8.4天皇の内項目天、9.4天皇の内多門隆 十、周根剛神。十一、殿。日光菩薩。十二、殿。月光菩薩。十三、吉祥天。十四、弁祭天。十五、地蔵菩薩。十六、不動明王二道寺。福建作。観音像と日光。月光菩薩像。福建作。観音東部混合力士像四天皇の内項目天堂内には二十一世紀初頭まで多数の仏像が安置されていたが、 2011年の東大寺ミュージアム会館に際し、一部の仏像は同ミュージアムに移動されている。同ミュージアム会館以前の北家土内の仏像の配置は次の通りであった。すなわち、内陣中央の八角二重の仏壇上には中央に、福建作、観音像、その左右に日光菩薩、月光菩薩像が立つ。八角仏壇の左右には、梵天、 大釈天像が立ち、この両像の手前、やや本尊寄りの位置には一体の金剛力士像が、趣味団の四隅には四天王像が立つ。このほか本尊の後方左右には、吉祥天、弁斎天像を安置し、盆天像の手前には、不動明王二道寺像、大釈天像の手前には、地蔵菩薩座像がある。さらに、本尊の背後に置かれた図紙には、 修婚後心臓を北向きに安置する。これら18体の仏像のうち、木彫の地蔵菩薩座像と、不動明王二道地蔵は、中世の作品だが、残りの14体は、奈良時代の制作である。これら14体のうち、本尊を含め、比較的造工の大きい9体は、麻布を漆で貼り合わせて造形した、脱活間室作り、残り5体は素像である。 周根号心臓は、秘仏で、回避は、毎年12月16日のみである。他に、類例のない尊像構成のため、その天居や、いずれの像が北家道の当初像であるかについては、諸説ある。奈良時代の像のうち、吉祥天、弁斎天像が、他の道からの客物であることは、定説となっており、その他の像については、材質や、造工の違いから、 本尊を含む、関室像球体が北家道本来の像で、祖像の、殿日光、月光菩薩像は、他の道から移されたものとする説と、逆に、殿日光、月光菩薩像の方が、当初の安置物だとする説があった。本尊背後の宗根号心像については、福建作新編新言行の諸説に基づき、本尊と、セットで造立されたとする説と、 他の道から移されたとする説があった。1996年に本尊が立つ八角二重の段を精査したところ、二重段の下段に八角形の台座が置かれていた痕跡が6箇所確認され、これらは、伝日光、月光菩薩像と現在、東大寺海団院にある四天王像の計6体の台座跡とみなされている。以上のことから、 北家堂の当初の安置物は、福建作、観音像、日光菩薩、月光菩薩像、四天王像、周根号心像であったと考えられるに至っている。2011年以降、日光菩薩像、月光菩薩像、吉祥天像、弁災天像、不動明王二道地像、地像菩薩像は、北家堂から免震装置を備えた東大寺ミュージアムに移され、 道内に安置される仏像は10体となっている、四天王像、修根号神像。道内趣味団の修理のため、北家道の内部は2011年8月から非公開となり、本尊の福空検索、観音像も一時的に東大寺ミュージアムに移されていたが、2013年5月18日から公開が再開された。福空検索。 観音立像国宝。脱活間室づくり。造六362.0センチメートル。天平時代を代表する仏像彫刻の一つに数えられている。趣味段中央部、八角形二段の壇上に立つ。この段は黒漆八角二十段一基として、国宝の不指定になっている。像は三目八肘で額に縦に、第三の目を有する。 八本の腕のうち二本は、強然で合唱し、両掌の間に水晶玉を挟む。残りの六本の腕のうち、下方に伸ばした二本には、持ち物はない。他の四本の手のうち左第一手にはレンゲ、左第二手には検索、右第一手には尺状をそれぞれ持つが、これらの持ち物はいずれも候補である。右第二手の持ち物は失われているが、他の腹部検索。 観音の造造霊から見て、保湿を持っていたものと思われる。左肩から腕にかかる布状のものは、経典の記述に基づき、鹿側を表したものである。六重の台座は、当初のものである。木造透かし彫りの後輩は、連弁形の枠に48本の光状を配したもので、像像当初のものであるが、現状ではこの後輩は、 本来の位置よりかなり下方にずれて取り付けられており、本来は図工の中心が像の頭部の真後ろに来なければならない。これについては元来あった後輩の基礎部分が失われたためではないかと言われている。像は全身に失白を施し、後輩や方管には多数の光錠をつけるなど、光輝くイメージを強調している。腹腔検索観音は、 密教系の変化観音であり、経典には、この観音を、魔系修羅典と同体であると説く。魔系修羅典は大事在典とも称し、バラモン教の芝神を起源とする。福検索の、福とは、空からずの意であり、検索は、手に持つ縄を指す。つまり、あらゆる主情を漏れなく救う観音との意である。福検索観音について説く、主要経典は、 福空検索新編新言行及び、福空検索新受信行で、いずれも天平7年等から帰国した元望が、もたらしたものである。福空検索観音を三目八肘に作ることは、経典に明記されないが、経典に、福空検索観音は、魔系修羅天のご年とあることをもって、魔系修羅天と同じ三目八肘の姿としたものと、言われている。 北家道元孫像の像像の経緯については、直接記す、同時代資料がなく、詳細は不明である。先に言及した、天平19年正月8日付の焦燥院文書を、元に、同年頃の完成と見る意見がある一方、天平12年、藤原博次の乱平定のため、国ごとに、観音像を作らせたことを契機として像像されたと、する説もある。 いずれの説を取るにしても、副検索、観音の呪術的威力に期待した造像,像であったとみなされる。前者の天平を19年頃、完成説を取れば、本像の制作は、東大時代仏海岸の直前であり、この観音の力によって、大仏造流を無事成就させようとの意図があったと推測されている。像が立つ八角二重の趣味団は、年輪年代調査の結果、 729年に伐採された木材が使用されていることが判明し、この年代を像自体の制作年代と関連付けようとする考えも出てきている。なお、本像の図上にある銀製の宝冠も奈良時代の工芸遺品として価値の高いもので世界三大宝冠の一つに数えられている。宝冠は高さ88センチメートル。 銀の延べ板製の青を三段重ねた上に、やはり銀の延べ板で、籠状の構造を作る。この骨組みの各所に、銀製包装かすかしぼりの板を取り付け、頂上部には、火炎防止、正面には、銀製の阿弥陀の毛物、左右には、銀製の竿の上に六両鏡を取り付ける。さらにこれら全体を二万数千個を超える、琥珀、翡翠、瑠璃、真珠。 水晶などの宝石類で装飾している。各所の飾り板は透かし彫りに加えてすき彫りで細かく、文様を表す。宝冠の正面に、阿弥陀如来の化物を付けるのは、観音像の図像的特色であるが、この宝冠に付けられた化物は、銀星の仏像の作例として、ケ有のものである。本像が立つ趣味団は、黒漆八角二十段の名称で、 国宝の月として指定されている。本天、大石典立像国宝。脱葛鑑質造り。造工は、本天が四百二点零センチメートル、大石典が四百三点零センチメートル。本尊の立つ八角仏壇の左右に立つ。技法的には、本尊と同じく鑑質造りである。本尊の左方が、本天像、右方が、大石天像である。 梵天は左手に共感を持つが、大着天には持ち物はない。梵天は大衣をつけ、下半身には Y 字状の絵紋を表し、大衣の下には甲の胸当ての部分が見えている。これに対して、大着天は甲と大衣をつけず、下半身には絵紋を表さず、簡易というカーディガンのような前開きの衣を羽織っている。 両像の表面の彩色はほとんど候補のものである。梵天と大弱天を一体で暗記する場合、通常は弧をつけた像の方を、三角弱天弧をつけない像を梵天と呼ぶが、北ッケ道の場合は逆になっている。このように、弧をつける像を左方に配置する例は、東大寺蔵のクシャマンダラズや、階段印トビライなどにも見られる。したがって、本来は、左方像が、 大赦天右方の気構像が梵天であったものが、後世に名称だけ入れ替わった可能性もある。金剛力士立造国法。脱活関室作り。造工は、阿行像3 2 6 4トル運慶像3 0 6 0トル金剛力士とは、いわゆる、二葉のことだが、寺院の山門などに安置される、二葉像が、 一般に上半身裸形であるのに対し、北家堂の金剛力士像は、甲と小手をつけた武装像である。向かって、左が開口の阿行、右が平行の運形である。阿行像は髪を逆立て、右手を振り上げ、金剛所を構える。運形像は強然に、金剛所を構える。阿行像を、金剛力士、運形像を、密。 あと力士と呼び分ける場合もある。両像ともこうなどに、像像当時の彩色文様が比較的よく残っている。混合力士を一体の像として作る場合、通常は向かって右に阿行、左に運型を配置するが、ホッケ銅像の場合は配置が左右逆である。このように、阿行像を向かって左に配する例としては、長谷寺の銅板ホッケ節相図に表された。 金剛力士像や、東大寺南大門の金剛力士像などがある。四天王立像国宝。脱活関室作り。造工は、持国天が309センチメートル、造長天が300センチメートル、項目天が304センチメートル、多門高橋が310センチメートルである。趣味団の東南に、持国天、西南に造長天、西北に、項目天。 東北に多門隆史を廃するが、これは他の寺院でも共通の一般的配置である。持国天は右手で三射撃を支え、左手は腰に当てる。増長天は両手で三射撃を支え、四体の中で唯一兜を被る。項目天は右手に筆、左手に教官を持つ。多門隆史は右手で三射撃を支え、 左手の持ち物は防湿しているが、おそらく宝刀を捧げ持っていた。四体のポーズや表情には、群像としての変化をつける意図が見える。身のこなしにぎごちない点が見られるが、内部が、中空の間室像であるため、長年の間に像に、歪みが生じたとも考えられる。混合力士像と同様、甲などの各所に、当初の彩色文様が残る。周混合新立像。 宗根号心臓国宝、創造。造光170.4センチメートル。本尊背後の図紙に安置され、毎年12月16日の解散期にのみ回避される、秘仏である。なお、図紙は、漆塗り図紙一期の名称で、国宝の不指定となっている。宗根号神とは、サンスクリットのバジュラーパーニの漢訳で、寺院の三門の左右に立つ。 混合力士と起源を同じくするが、一体ではなく、単独の像として表されたものである。寺院の門で見かける、二王像が上半身裸形であるのとは異なり、本像は、豆腐の甲をまとい、両目を見開き、口を開いて怒号する様を表す。右手は、肩の辺まで上げ、物的や煩悩を打ち砕く、混合章を構え、左手は下げて、拳を固く握る。 手をつけていないため、肘から先があらわになっており、左腕に血管の浮き出ている様が描写されている。長年秘物であったため、当初の彩色が良好に保存されている。上腕部の衣には、主六章、群状の地に放送家文を表し、甲は胸当てに、随運分、加工に、放送家から草、下半身の甲の小金には一枚置きに太陽家紋と、 クジ和文ワを表す。東大寺洋六、書院賞の検索員の項には、同院は、天平五年、両弁僧侶が、副検索観音を本尊として創建したもので、後には、闘神の周根号心臓を安置し、これは、僧侶の本尊であるという意味の記載がある。ただしこれは創建と、同時代の記録ではなく、本尊が当初から、 福建作、観音像と、セットで像像されたか否かは不明である。日本霊域にはこの像に関する説話を載せる。それによると、今週馬速は山寺に一体の集婚合神の、祖像を安置し、この像のすねに縄を結んで、日夜修行に励んでいた。そうしたところ、像のすねから、不思議な光を発し、それが、宮中にまで届いた。時の聖武天皇は、 金和集馬足の日頃の精進を称え、正式の出家を許した。今、その像は、検索堂の北戸にある、という。この、今集馬足は、東大寺海山の両弁を指すと見られる。この説話からは、平安時代初期にはすでに、集根号神像を、両弁ゆかりの像とする伝承が存在したことがわかり、北戸という表現は、像が現在と、 同じく北家道本尊の背後に安置されていたことを示唆している。元行年間の平の正門の乱の際、周婚号心臓のもっといが八となって飛び去り、正門を刺して、乱を平定に導いたという伝説もあり、東大寺洋録などに載せられている。確かに、本尊の世上のブさを結ぶ、もっといのうち向かって、左の半分は結出して、 真の銅線が露出している。周根号心臓の図紙の前の2本の柱に取り付けられている鉄釣り灯籠一体は鎌倉時代の作で重要文化財に指定されている。この灯籠にも蒸気伝説に基づき鉢がデザインされている。本像を収める図紙は漆塗り図紙一期の名称で国宝の月として指定されている。日光。 月光菩薩立像月光菩薩造国宝。祖像国宝指定名称は、祖像日光仏月光仏立像造工は、捨て、日光菩薩が2 0 7 2トル捨て、月光菩薩が2 0 4 8トル本尊が立つ八角仏壇上の左右に、脇地のように立っていた像で、2011年より、東大寺ミュージアムに安置されている。 亀井正一郎が山和古寺風物詩で絶賛しているのをはじめ、古来多くの古美術愛好家に親しまれた像であるが、その伝来は不明であり、日光、月光菩薩という名称も本来のものではない。日光、月光菩薩とは、本来は薬師如来の脇地であり、観音像の脇地として、日光、月光菩薩を安置する例は他に見ない。これらの像を、 日光、月光菩薩とするのは、元六年間の、東大寺諸藍略録が書室である。本来の造名については、梵天、大尺天とも言われるが、北家道の像の服装は、菩薩像とも、天武像とも異なる俗型であり、正確な名称は未称である。伝い、日光菩薩像は上半身、下半身ともに、大ぶりの絵門を表すのに対し、つて、 月光菩薩像は下半身にはほとんど絵紋を表さず、腰から両足前面に垂れた結び目のある帯を大きく表している。像が全体に白く見えるのは当初の彩色が落ち、キララを混ぜた仕上げ土が露出しているためである。像像当初は首都六章を主とした雲献彩色や 霧金文様で彩られていたもので、両像の袖の内側の六章などにわずかに当初の彩色が残る。この日光、月光菩薩像と階段院の四天王像の素像を六体を本来の一具とみなし、福建作、観音像、日光、月光菩薩像、四天王像が北家堂の本来の安置物だったとする説は古くからあった。前述のように、 福建作、観音像が立つ八角二十段城の台座痕跡などから、この壇上には、福建作、観音像を取り囲むように、日光、月光菩薩像と四天王像が安置され、壇の背後に、周根合心像が立つのが、本来の仏像配置であったと見られる。吉祥天、弁祭天、立像重要文化財、塑像、造行は、 吉祥天が202センチメートル、弁祭天が219センチメートル。2011年より東大寺ミュージアムに安置されている。この二像は、天略8年に消失した東大寺の吉祥院から北家堂に移されたものとするのが定説である。弁祭天は、後世しばしば作られたに肘像ではなく、八肘の立像である。両像とも破損が激しく、 特に弁才天像は、顔面などの外が剥げ落ち、鉢肘の配置も乱れて、製作当初の造用を想像することは困難であった。銅像は、平成4年から銅7年にかけて、素像としては、異例の全面解体修理が行われ、当初の造用を取り戻している。吉祥天像も破損は激しいが、日本最古級の吉祥天像として貴重である。なお、 弁才天像の復元模像が、奈良国立博物館、新館1階ロビーに展示されている。地蔵菩薩座像、不動明王二道地蔵両像とも重要文化財。木造地蔵菩薩座像は、鎌倉時代、木造不動明王二道地蔵は、南北朝時代の作。不動明王二道地蔵は、北家道で、近世末期まで行われていた、千日不断下という千日間に、 渡り花を備える行法の本尊で、その足元に聖高堂寺と、金柄堂寺の二体の同士像がある。現在は、東大寺ミュージアムに安置されている、試みの大仏の通称がある木造魅力仏座像も、元は、法華堂に安置されていたものである。ありがとうございます。